はい、全世界ソフビ怪獣ファンの皆様お待たせしました。久しぶりのソフビ怪獣惑星第19回、イエーイ。どうも、忘れていられていないか心配なこの企画、はい、ソフビ怪獣惑星の時間ですね。というわけでね、今回はですね、はい、前回言った通り、前回もね、だいぶ前だけどね、はい、うーです。うーよーいっていうことでね、はい、うーですね、怪獣。怪獣というかね、まあ、これ怪獣かどうかちょっと謎なんですけどね、この怪獣、まあこの怪獣の話しようか、先にね。こいつは謎の雪山に潜むというか、まずその前にこう、雪んこ。っていう女の子の話があるんだけどさ、さっき僕がうーよーいって言ったでしょ。で、女の子が叫ぶと出てくるんですよ、このうーっていうのがね。うん、で、じゃあその女の子は何なのかっていうと、そのお母さんが両親がいなくなって孤児になってる女の子で、で、さらになんか、やっぱそういうな孤児っていうのは迫害されてたみたいで、さらになんか、子供のいたずらで、漁師が、一人亡くなってるんですよね、雪山で。穴に落ちちゃってさ。で、それは、その雪んこの仕業じゃないんだけど、その雪んこがやったんだっていうことでね、迫害されて、悲しんでる時に、その、このね、ウーが助けに来るっていう話なんですよ。で、まあだからこう、なんだろう、その雪ん子がそのいじめられると必ずね、こう出てくる怪獣というかね、怪獣というか、やっぱりこう、なんだろうな、話の流れでなんかお母さんの霊魂が宿ってるみたいなね、ところがあって、だからこの怪獣のデータ、なんとですね、重さ0トン、質量がない、重さがない。だから霊だから、重さがないっていう設定なんですよ。重さがない割には、こう、雪山を暴れるときに、こう、結構雪がね、こう、ブワーって舞ってるんだけどね、すごいね。ゼロじゃないのかな、みたいなね、まあ、ところがあるんですけど、まあ、このね、お話も、ウルトラマンの中では、こう、ウルトラマンが倒さずに、終わった話でありますね。はい、で、このソフビ自体は2002年の造形ですな。はい、成田徹先生のデザインですね。の立体物っていうのは2002年の、初めて、この今までの怪獣ソフビの中では初めての、立体物です。うん、2002年ですね。結構新造形がぼちぼちね、出始めた頃だから、かなりいい感じですよね。見てください、顔も。いい感じですよ。ね、雪男みたいな。まあね、結構雪の怪獣って多いんだよね。ギガスとかさ。ギガスはそうだったのかな。まあ、いろいろいるんですよ。ウルトラセブンにもいるしね。だからこう、雪山怪獣っていうのは多い中で、まあ、結構代表的なね、いい人ですよね、これは。非常にいいです。はい。足の裏のね、作りとかもね、結構よくできてまして、うん、はい、成田徹先生によると、なんか仙人をこうイメージして作ったそうですよ。はい、以上です。久しぶりはどうですか、怪獣惑星。いいでしょ、これぜひ見つけたらゲットしてみてください。はい、じゃあ次のね、怪獣いきます。これはね、今年やっとかないといけないなって思ってたんですよ。で、そして私のお気に入りの、怪獣ソフビです。はい、でれれれん、出ました。これなんだか知ってます、皆さん。まあまあ、これ見てる人は知ってるか。はい、ケムール人です。いいでしょ、ケムール人。ケムール人いいでしょ。これ非常にお気に入りのソフビですね。これも心臓剣の時のソフビです。これはね、本当に、まあ、ウルトラマンじゃないんですけどね、これは今年ぜひね、紹介したい怪獣ではありました。はい、それではですね、次回2020年の挑戦でお会いいたしましょう。さよなら、バイビー。